マラー・アイ・コール・ビンケルと呼ばれるハウプト通りの木組建築の街並みロールアームマインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のマイン・シュペッサルト郡に属す市である。この町は、シュペッサルト山地のマイン川沿い、ビュールツブルグとアシャフ・フェンブルクとのほぼ中間点に位置する。ロールは、中級中心都市であり、ロールアームマイン行政共同体の行政機関、所在地である。 ただしこの行政共同体に加盟はしていない。ロールは、シュペッサルト山地の東斜面、マイン川が緩やかに南に向かって、向きを変える湾曲部分に位置している。マインフィーアイクはここから始まる。ロールでロールガーレヒテンバッハ川が、マイン川に合流する。地域の最高地点は、シュテッケンラウプス平営山頂の海抜542メートル、最低地点は、 マイン川沿いの海抜147.3メートルである。地盤は主に堆石岩で形成されている。シュペッサルト山地では、ウンター島、フランケン大地につながる東部は主に、ムシェルカルクに形成された。ロールアムマイン市は11のオルトからなる。ゲマルクングは、以下の通りである。旧市街及び、中核市区は、リンリヒ地区を含む。この他に、ロールアムマインは、 他の自治体に、ゲマルクングに土地を有している。ロールは、北から時計回りに、以下の市町村と境を接している。パルテンシュタイン、フェレン、ノイエンドルフ、ゲミュンデンアムマイン、カールシュタット、シュタインフェルト、ノイシュタットアムマイン、レヒテンバッハ。本市の、ロールという地名は、地域内でマイン側に注ぐ同盟のロール側に、由来する。アムマインは、 同盟の他の土地と区別するために添えられた。この町は様々な古地図や資料に以下のような表記で記されている。ロールアムマイン氏は遅くとも8世紀から人が定住しており、1295年のレールという表記での文献書室の際にはすでにリーネック薄領の中心的な町となっていた。ロールは1333年に都市圏を授けられた。 これは断絶したリーローテ博の相続に関する紛争により説明可能である。この町はこの時点ですでに長い間、シュタットであった。皇帝ルートビヒ4世は、この紛争においてはリーネックの都市貴族の奉仕に感謝するため、彼らに政治的支援を行いたいと思っていた。しかしこの都市圏は、すでに長い昔から存在していた。 マインツ大司教の霊園貢献から都市の自治権を守ることにはできなかった。農民戦争に参加した罰として、ロール市民は1525年から1535年まで権利を剥奪された。1656年に出版されたマテウス・メイリアンのロールを描いた同伴が1559年、最後のリーネック吐フィリップ三世の死後、ロールは変換された霊園として、 マインツ大司教領となった。ロールは、その後前世紀を迎え、現在も残る、都市景観が形成された。宗教改革は、フィリップ賛成によって、ロールにもたらされた。彼は、領主権を行使して、1543年に、マルティン・ルターとフィリップ・メランヒトンに、適切な進学者を派遣するよう依頼した。彼らが推薦したシャフハウゼンの宗教改革家、 ヨハン・コンラート・ウルマーはこの年にロールを訪れ、1566年までここで働いた。ロールは1559年からマインツ領であったにもかかわらず、サイカトリック下に着手したのは、ヨハン・アダム・フォン立憲司教地下の1603年になってからで、1605年にほぼ完了した。1611年から1629年までの間に、 ロール地域の住民70人が魔女狩りの犠牲となった。逮捕された者は、旧市庁舎の地下牢、ゼクレートで拷問により告白を強要された。ハンセン病学会のデータによれば、ロールには中世のハンセン病患者の隔離施設があった。その設立に関して、詳細は分かっていない。高知名の GHNB ゼは、ハンセン病患者隔離施設を暗示している。 30年戦争は当初はロールに被害を与えなかった。しかし1632年にスウェーデン軍が襲来した。戦争の根拠とともにペストもこの街を襲った。街は蔓延する感染症によって住民の半分以上が失われ消滅の危機に瀕した。1648年以後街はゆっくりと回復していった。 ロールの四つの造船所で職人仕事が開花した。17世紀末のマインツ選定校の鏡製作所の設立により当時としては大きな投資がこの町に対してなされた。この製作所は1806年まで存続した。ヨハン・ヨスト・シュライヒとその家族によってロールはオルガン製造の中心地の一つとなった。それは 17世紀から18世紀のマインフランケンのオルガン製造を決定づけた。1847年に出版された同版画に描かれたロールフリードリヒシュタインは1817年に空き家となった製作所に鉄圧塩基を設置した。この工場は1850年にレックスロート兄弟によって買収された。政治的にはマインツ大使協領のオーバーアムトオルプ及びロールは 1803年に世俗化された後まずアシャフフェンブルク公国となった。この公国はフランクフルト大公国の県となった後、1814年にバイエルン王国に併合された。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の自治体令により現在の市が成立した。ロールは1862年に新設された別力ロールのための行政機関所在地となった。 1875年にキューマイン橋の建設が行われた。第一次世界大戦後の革命の間、1919年4月8日に、ビュルツブルク兵舎の放棄した兵士に守られたユースプド支持者により、ロールでレーテ共和国宣言がなされた。ビュルツブルグレーテ共和国が敗北し、ビュルツブルク軍総司令官から最後通帳が突きつけられ、 ロールのレーテ主導者たちは自分たちの人に見込みがないことを悟り、これを放棄した。レーテ共和国は4月12日に収束した。1936年に林理ヒ住宅地が建設され、1939年にゼンデルバッハが合併した。ユダヤ人はリーネック博およびマインツ大司教の時代にはロールに散発的に登場するだけで、 継続的に定住することはなかった。ロールのユダヤ人コミュニティは、バイエルンのユダヤ教信者の移住の自由化が認められた。あと、1862年に初めて成立した。1867年頃には、このコミュニティのメンバーは40人とかなり多く、現在のケラーライガッセ6番地の角の家に一時的な礼拝法令を借りていた。 彼らは1871年にフィッシャー合戦のある家屋を教団ハウス及びシナゴーグとして取得した。1890年、この町には91人のユダヤ教徒がいた。1933年、ロールには精神病、看護施設の約25人を含めて70人のユダヤ教信者がいた。1938年11月10日の水晶の夜では、 ロールでもシナゴグいや何軒かのユダヤ住民の家が荒らされた。その後この教団は多くの信者の転出やフィッシャー合戦の教団ハウスの放棄などにより事実上解散した。転居した教団員のうち15人が主に他の町で逮捕され殺害された。ナチによる圧政時代の安楽シティ4作戦に伴い1940年9月に当時の精神病、 看護施設から20人のユダヤ人患者がリンツ近郊のハルトハイム安楽施設に移送され殺害された。1940年10月から11月にはユダヤ人でない子供や男女451人がこれに続いた。彼らはピルナゾネンシュタイン安楽施設及びグラーフェネック安楽施設に移送されてやはり殺害された。 1944年春には18人の男女が、精神病、看護施設の治療室からアウシュビッツ、強制収容所及びマウトハウゼン強制収容所に転院させられた。そして3人の男性と2人の女性が生き延びた。この通りには、ナチ時代の犠牲者を追悼するために、芸術カライナー・シュトルツによるブロンズ製のレリーフが1993年から設置されている。 1945年4月2日、ロールの医師カール・ブラントが戦闘をせずにアメリカ軍に街を明け渡そうとしたため、ゲシュタポによって逮捕され、即時裁判の判決により同日に射殺された。これを記念して1979年に記念碑が設けられた。ロール住民、ディートリヒ・コールによる2005年と2006年の努力は成功しなかったが、2008年に新設された。 シャーフホーフ東住宅地にある通りが彼にちなんで名付けられた。1945年4月2日から3日にロールではドイツ国防軍とアメリカ軍との間で激しい戦闘が行われた。アメリカ軍はこの戦闘でシャーマン戦車8両を失った。1972年7月1日にロールアムマイン軍の大部分が新設されたミッテルマイン軍となった。 この軍は1973年5月1日に現在のマインシュッペッサルト軍に改名された。当初はロールアムマインが軍庁所在地となっていた。しかし1972年10月にカールシュタットを新しい軍の軍庁所在地とし、軍庁舎はロールからカールシュタットに移転することが決定した。これに対して住民から強い抵抗が起こり、 約4000人のロール市民及び、シュペッサルと住民がミュンヘンに向かって抗議活動を行い、この決定に反対する2万7000府での署名が集められた。新しい軍庁所在地に関する決定は、当時、シエシューが多数派を占めていたマクシミリアネウムで行われたため、この地域の数百人のシエシュー党員が離党した。これにより地区連合はあちこちで、ほころびが生じた。 ロール氏は、規範審査訴訟を起こした。1939年に、それまで独立した町村であったゼンデルバッハが、合併した。バイエルンの市町村、地域再編に伴い、1972年1月1日に、ハルスバッハ、ローデンバッハ、ルパーツヒュッテン、ザッケンバッハ、シュタインバッハ、ボムバッハが加わった。 プフロフホスバッハは1978年1月1日にこれに続いた。1988年から2018年までの間にこの町の人口は15,765人から547人、約3.5%減少して15,218人となった。2014年3月16日のロール市市長選挙で、 マリオ・パウルはエルンスト・ハイン・リヒプリューセンに代わる市長として選出された。2020年3月15日の選挙ではマリオ・パウルは第1回投票で2人の候補者を相手に56.8%の票を獲得して再選された。ロール・アム・マインの市議会は24議席からなる。ズンガラ、赤と金の合わせて10本のストライプの地の上に青い斜めの波帯。 この紋章は印象として1408年からその使用が確認されており、1957年6月4日に使用権が確認された。ロールアムマイン氏は以下の都市と姉妹都市関係にある。また以下の都市と援助、支援関係を結んでいる。ロールアムマインはマインシュッペッサルト軍で経済的に最も重要な都市で多くの職場がある。 公式統計によれば2018年6月30日現在13,520人の社会保険支払い義務のある就労者がロールアムマインの企業で働いていた。これに対してこの町に住む社会保険支払い義務のある就労者は6,400人であった。したがって他の町からこの町への通勤者はこの町から 他の町への通勤者よりも7120人多い計算となる。2018年の失業者数は177人であった。2016年の農家は42件であった。ロートアムマインのボッシュレックスロート重要な雇用主には以下の企業がある。ロールアムマインは昔から森は豊かな場所である。新しい完全に説得力のある説によれば、 この森の所有権は10世紀にロールの教会区組織に寄贈され、様々な土地領主を経て、市の所有となった。森林面積は4000ヘクタールを超える。これは、バイエルン州では、アウクスブルクに次いで2番目に大きな森林を所有する自治体である。ロール市の森は、自然に即した林業産業協同の基本規則に基づきていれば、なされた、紅葉樹の根光林である。 2000年からロール市の市の森は森林管理協議会の基準により認証されている。航空フランクフルト国際空港はロールアムマインから約 85km の距離にあり、連邦道 B26 号線とアウトバーン A3 号線を使っていくことができる。鉄道ビュレッツブルグからゲミン電に通じるマイン出ペッサルト鉄道は アシャフフェンブルクフランクフルトアムマインへの家庭で、ロールでマイン側の谷を渡り、シュペッセルト山地を横断する。2006年に高速鉄道ニュルンベルク、インゴルシュタットミュンヘン線が開業し、ミュンヘン行きの旧インターシティや旧インターレギオの直通列車は、当初は、ビルツブルク行きのレギオナルバーンに、その後ニュルンベルク行きのレギオナルエクスプレスに置き換えられた。最寄りのアイス停車駅は、 アシャフフェンブルクとビュルツブルグにある。高速鉄道ハノーファービュルツブルグ線が短い区間ではあるが、地域の東端をミュールベルクトンネルで南北に通っている。地域内にはシェーンライントンネルを使った南天バッハカーブの一部区間も存在する。鉄道ロール、ベルトハイム線は単線、非電化、標準機のロール駅からロールシュタット駅を経由して、 ベルトハイムまでの鉄道路線であった。ロールスタット駅とベルトハイムとの間の旅客運行は1976年5月30日に廃止された。ロール駅からロールスタット駅までの区間も1977年5月22日に旅客運行を停止した。この路線はもっぱら貨物輸送に用いられている。ロール駅は2019年2月以降、時刻表に掲載されていない。 ゲレスハイマー社への鉄道施設はドイツ鉄道によって撤去された。しかし、ローデンバッハ方面への鉄道の路線跡は現在も見られる。ロールの軍立病院の新病棟建設を考慮して、ロール駅からロールシュタット駅までの区間を再開する計画が進行している。これに伴い工業地区の建設も計画されている。かつてのロールシュタット駅は、 飲食店として利用されている。道路ロールは、連邦道、B26 号、B276 号、及び修道ストリート2435号、ストリート2315線沿いに位置している。最寄りのアウトバーンは、A3 号線のバイバースブルーンインターチェンジ、ヘスバッハインターチェンジ、マルクトハイデンフェルトインターチェンジ、A7 号線のハンメルブルクインターチェンジである。 水路マイン川は一級連邦水路であり、シュバインフルト水路、航行局が管轄している。ロール場前の白雪姫と七人のコビトロールの薬剤師で薬剤師研究者のカール・ハインツバーテルスとロール生まれの彼の友人である博物館館長ベルナー・ロイプル特殊職人マイスターのヘルムート・バルヒは、1985年と1986年に、 彼らの故郷とその周辺のシュペッサルト山地にメルヘン、白雪姫のゆかりの地であることを示す標識を設置した。バーテルスは、白雪姫に歴史上のモデルがいるとすれば、それはロールの女性に違いないという説を唱えている。彼は、その著作、白雪姫シュペッサルトの偶話学で、偶話学の学術的手法、すなわち歴史的事実によって証明し、 正確に配置するによりこの説を根拠づけている。ロールを白雪姫の街と称し始めることで、市はこの説を観光コンセプトに取り込んだ。2012、13年からシュペッサルトの A3 号線沿いに建てられたアウトバーンの標識には白雪姫の街と記されている。市と群はこのテーマに沿った様々な観光の機会を設けている。 例えば、ロール城のシュペッサルト博物館には、喋る鏡などの展示品がある。白雪姫の遊歩道も設けられた。この遊歩道は、かつての鉱山集落ビーバーの七人の小人までのシュペッサルトの山中を、ロールの偶話学者が提唱する、白雪姫の逃走ルートをたどる。地元の白雪姫サークルは、それまで以上に街の景観に、 童話の人形を根付かせることに寄与している。白雪姫がロールに魔法をかけるというモットーで開催された2013年の市の芸術家コンクールで樹木のような外観の抽象的な像のデザインが1位を受賞した際、公共のスペースに設置する芸術作品として受け入れることについて論争が起こった。約10万ユーロという推定制作費と像の外観の両面から多くの市民や 死儀の拒絶反応が起こった。カール・ハインツ・バーテルスのロールの白雪姫、カール・ハインツ・バーテルスの説によれば、白雪姫のモデルは1725年頃にロールで生まれたマリア・ゾフィア・マルガレータ・フォン・エルタールである。彼女はグリム兄弟によってメルヘンが書かれる少し前に亡くなった。彼女の父親、フィリップ・クリストフ・フォン・ウント・ツールタールは、 1719年から1748年まで、ロールにおけるマインズ選定校領の官僚で、選定校の施設として旅することが多かった。そうした職にあることから彼は、ヨーロッパ全土の皇帝や王族と交流し、そのため、エルタール家はロールで王族のように振る舞っていた。マリア・ゾフィアは、その称賛に値する資質によって、ほとんどおとぎ話の王女の理想像をエビ化された。 カモンの館は、ロール城であった。マリア・ゾフィアの実母が1738年に、亡くなった後、1743年に父親は、クラウディア・エリーザベート・マリアと結婚した。彼女は、フェニンゲン家の夫を失った未亡人で、実家の家系から、ライヒエンシュタイン女白であった。また、プファルツ先帝公の最小となる、カール・フィリップ・フォンフェニンゲンの母親でもある。 彼女は支配欲が強く、先の結婚で儲けた子供のために、自らの立場を利用した。フィリップ・クリストフは滅多にロールにいなかった。この他国への施設として、父親が頻繁に不在であることは、テオドールルフが指摘する。白雪姫の王が奇妙に影が薄い役割であることを説明している。白雪姫がロールの女性であるとした重要な証拠が、 木内のシュペッサルト博物館に展示されているしゃべる鏡であるとバーテルスは述べている。これはロールのマインツ先クニ国住鏡製造所の製品である。この製造所はフィリップ・クリストフ・フォン・ウント2、エルタールの監督下にあった。この鏡はおそらく彼から二度目の妻クラウディアへの贈り物でロールの鏡の多くがそうであったように信言をしゃべるのであった。 右上隅にある、次回の文字が、物語におけるママ母の虚栄心と結びついていると、バーテルスは考えた。白雪姫が捨てられた野生の森は、シュペッサルト山地であり、七つの山を越える、白雪姫の闘争経路は、ビーゼン街道と呼ばれる古い街道であるとされる。ロールからこの道で七つのシュペッサルトの山を越えると、ビーバー近くの鉱山に出る。 地面に穴を掘る七人の小人は、小人症の甲府あるいは鉱山で働かされていた子供である。ママ母が踊り続けなくてはならなくなった柄の透明な棺や鉄のスリッパは、シュペッサルトのガラス工房や鍛造所で作られたものであった。以下の施設がある、その他の教育機関ロールには、外科、内科、麻酔科、神経科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科を備えた。 軍立病院と精神科、精神治療、精神身体医学及び法医学科を備えたウンターフランケン行政管区の別ルクス病院がある。外資博物館ロール城にはシュペッサルト博物館が入居している。主なテーマは経済都市工業であるがシュペッサルト地域の歴史についても紹介されている。ロールのカールハインツ・バーテルスが唱える白雪姫の物語は ロール城で生まれたという説に関連して、この博物館にはしゃべる鏡などの展示品もある。ゼンデルバフハシクには帝国時代や第三帝国時代を中心とした学校博物館がある。外資博物館はハークッセの保護文化財に指定されている変圧機室にある。ロタールフォルムバルトはあらゆる種類の外資を製造していた。マルクト広場に立つ旧市庁舎。 バイエルのトーロール城中核宿の重要な建築物には以下のものがある。旅館、クローネ運転であるとしたとは、フランケン様式の木組建築が建築学的に密集したアンサンブルを形成している。その最大の建築物が1567年に最初の記録が残る旅館、クローネである。1589年建造の玄関を持つ保護文化財に指定されている。 この立派な建物は、ロール級市街で、現在も営業を続けている、唯一の歴史的な旅館である。この他の印象的な木組建築としては、ハウプト通り2番地のエッグハウス、ハウプト通り3、5番地の後期ゴシック様式の2軒続きの、家、マウラフ・フェネック、マラー・ビンケルと呼ばれる、建築群、ハウプト通り、アポテーカーガッセの角に立つマリエン薬局などがある。この他にも、 デマドや彫刻装飾を持つ建物が何棟かあり、現在はオフィス、カフェ、レストランなどに利用されている。ウンテラー・マルクト広場には中世の泉の代わりに現在はメルヘンの泉歴史的なフィッシャー・フィールテルにも中世の木組建築が存在している。マイン川沿いの漁師のツンフトを記念した建造物がヘルムート・ベイバーによる砂岩製の漁夫の泉である。この泉には 自ら一杯の網を引き上げる、髭を生やした、がっしりとした体格の男性が表現されている。マイン側には、1875年から旧マイン橋が、かかっていた。上部構造のための高額の費用は、バルトロメウス・タシュナーはじめ裕福なロールの石膏が、負担した。バルトロメウスは、彫刻家で、イラストレーターのイグナテウス・タシュナーの父親である。その100年後に、 古いアーチ橋に次ぐ2本目の全長417メートルのプレストレストコンクリート橋、新マイン橋が架けられた。中核式の外側、現在のボッシュレクスロート AGE の敷地に、剪定校、ロタール・フランツ・本ンシェーン・ボルンは、マインツ剪定公立ロール鏡工場を設立した。近代的に改装された建物もあるが、その建築群は、 現在もはっきりと見ることができる。その東側に掲げられた選定校フィリップ・カール・フォン・エリツ・ケンペニヒの立派な紋章石は1732年の大規模な改築工事を示している。この工場は最盛期には豪華なロールの鏡でベネツアのライバルとされロールを世界中に知らしめた。鏡の輸出先はインドやアメリカにまで及んだ。 これによりロールは300年にわたる工業史を振り返ることができる。この他のロールの重要な見どころとして以下のものがある。1666年から行われている習慣、ローラービュルガーはペストの誓いに由来する。これは毎年聖ロクスの日に死の高台バレンティヌスベルクのバレンティヌス礼拝堂へパレードが行われ、イタリ製の三位一体の栄光に捧げる礼拝が、 行われる。ウンター・シュペッサルト・ゾンバーは一連の祝祭と文化イベントのシリーズである。ロールのダンスフェスティバル、旧市街祭、シティーフェスティバル、クリンゲンデス・ロールが含まれる。8月1日前後の10日間にわたって開催される、シュペッサルト祝祭週間は特に重要である。ライブ演奏がなされる4500席のビールテントとマインガーカハンの2000席のビアガーデンが、 イベントの中心で乗り物のある移動遊園地や大規模な花火がそれを取り囲む。シュペッサルト祝祭週間には約10万人が訪れる。ロールといくつかの祝ではキャバレーやアマチュア演劇の上演が行われる。ありがとうございます。